げて紙を持って。おめでとうございます。ふう。おはよう、ペコラ。今日取材でしょ？手伝うよ。手伝う？ペコラが？そう。取材して新聞記事書くんだったよね。あ、そうだけど。僕が写真撮ってあげるよ。カメラ持ってきたね。シャッターチャンス。ペコラ、あらら、ごめんなさい。サリヤマさんが取材して僕の写真撮ったらいいかなと思って。その考えはとってもいいんだけどな。ああ、そうだな。写真があった方が華やかだし、キューブタウンはなんでこんなにいい街なのか、みんななんでこんなに思いやりがあって情に熱いのか、それを記事にするつもりだ。グッドアイディア。じゃあ早速取材に行こう。ペコラ出発。そうだな、ペコラ。さあ忙しくなるぞ。いい新聞作らにゃ。男猿山やったるで。ピカピカにしないと。初めて新聞に載るんだもんな。汚れ見っけ。俺が拭く。でも取材って一体何に聞かれるんだろう。毎日どんなレスキュー活動をしてるかとかじゃない。この間はほらあれ、ポストにはまったカオさん助けただろ。それともあの話はどうだろう。取材もう始められる。もち、どのレスキュー活動新聞に載せてもらおうか今話してたとこなんだよ。ヨークシャおばさんの庭に水まいたのはどうかな。火事じゃなかったけど、めちゃくちゃ土が乾いてたんだよね。そうだ、じゃあ水まいてるポーズ撮って、写真撮っちゃう。お、いいね、それは使えるぜ。はあ、いいね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 。撮るよ。もう少し下がってくれる。もう少し下がって、もうちょっと下がって。はい、そこ。うわ、消防士はいつでも出動できるようにしとかないといけないってのに。でも取材はどうするの。いや、まずはここを片付けねえとな。まだまだ時間はたっぷりあるから。片付け手伝ってくれてありがとう。ああ、そんなことは。急げ、ヨークシャおばさんから庭がカラカラだってさ。または心配。ま、次があるわな。さ、スチームのとこに行くぜ。スチーム。こんにちは、スチーム。取材に来たんだけど。遅かったわね。サリヤマさんはどこ？サリヤマさん。あ、今来たよ。今日のために磨いといたわ。綺麗でしょ。綺麗だ。いや、だから列車がかっこいいよね。いや、お待たせ。ペコラ、えらいスピードで行っちまうからさ。取材手短にお願いね。新しい部品が入ったんで港に取りに行くの。それじゃあすぐ始めちゃう。駅の前立ってくれる。写真撮っちゃう。でもオイラの取材。私より格達の方の標識の前に立って。おお、ペコラ、それより今度は線路をバックに。はい、チーズ。チーズ、うん。何、どうかした。あ、写真じゃなくて。次、時計の前に立って。じゃなくて、取材しなくていいの。そうだよ、取材はどうすんだ。いけない、時間だわ。港に行かなきゃ。カート持ってかないと運べない。心配ねって。ペコラとオイラが手伝うから。
3人で運べばカートはいらねえだろどうもありがとう。一人じゃとても運べなかった。いいってことよ。これぐらいいつでも手伝うよ。もうこんな時間、次の取材に間に合わない。今度はそんなにたくさん写真撮るなよ、ペコラ。わかったよ、猿山さん。でも、七夢って可愛いよね。写真は取材が終わってからにしてくれよな。今度こそ完璧にやらねえと。はい、わかってます。ため息なんかついてどうしちゃったんだい。今演説の原稿を書いてるんですけど、どうもいい言葉が浮かんでこなくてね。じゃあ試しに僕たちにスピーチしたら。ここで。それは名案だ、ペコラ。構わないかな、猿山さん。いやー、なんだったら市長の演説記事にしてもいいしね。それでは住民の皆さんに選ばれた市長として、キューブタウンに平和と幸せをもたらしたく私日々努力しているわけでございますが、これはやはり有権者の皆さんの協力なくしてはとてもとても実現できるものではないと思います。一番大切なのは市長に何をしてもらうかではなく、あなたが市長に対し何ができるかなのです。サルヤマさん、全部聞いてました。いい記事にしてください。あ、取材の間に寝ちまった。でも写真だけは撮ったよな、だろ、ペコラ。撮るなって言ったじゃない、取材が終わるまでは。まあ、済んだこと考えてもしょうがねえや。よっしゃ、次は気合い入れて頑張るぞ。こんにちはであります、猿山さんに。ペコラ、待ってたでありますよ。やったね、ロボペコラ。こいつは目玉記事になるぞ。ロボペコラは最新のテクノロジーそのものであります。今回はわずかな光にも反応して動き始めるよう改良したんであります。捕まえなくては何をするかわからないであります。おいらも手伝うよ、ドクターチュー。見て、あそこにいた。ロボペコラ戻るであります。あー、おいらの目の。おい、スクーターは免許を取らないと乗れないよ。ロボペコラ、大丈夫？とにかく研究所に連れて帰って調べるであります。ご協力ありがとうであります。そんなことは、僕のフラッシュのせいだ。ペコラのせいではないであります。光にすぐ反応してしまうように改良した私が悪いであります。それでは取材はこれで終わりということに。すぐ直さなくては。ああ、いいよいいよ、ドクターチュー、毎度のことだから。今日一日何の取材もできずに終わっちまったな。記者失格だ。そんなことないよ、猿山さん。いや、そうだよ、ペコラ。これじゃ新聞なんかとても出せねえ。ごめんね、僕のせいだ。僕はカメラでトラブルばっかり起こしちゃったから。いやいや、ペコラ頑張ったよ。それじゃ、おいら家に帰るわ。バイバイ。はあ、猿山さんかわいそう。何かできることないかな。オーマイプリン、これで行く。新聞だよ、新聞だよ。みんな、ペコラ新聞1号が出たよ。最新情報いっぱいだよ。一部ちょうだい。面白い記事が載ってるね、ペコラ。
た。何の騒ぎだ。猿山さん、ペコラ新聞第1号だよ。見て。嘘。どうして。ほら、なんでキューブタウンがいい町なのか記事にするって言ってたでしょ。取材ほったらかしで人助けしてるのを見て、猿山さんみたいな人がいるからだって思ったの。うそう、猿山さんこそキューブタウンのシンボルよ。キューブタウンの本当のヒーロー。猿山さんがいるからキューブタウンはいい町なんだよ。そんなペコラ、嬉しいこと、ありがとうな。全部オイラの記事で埋めたわけか、すごいね。いや、猿山さんと、あとスチームもね。